ジジアブアバカさあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、目指せ安全団員全員合格。大切な3つの要素。練習方法編ですね。玉のイメージが命ですよと。玉のイメージ、命なんですよ。もう本当にイメージ、イメージ、イメージなんですね。さあ、それではですね、前回までのブログや動画でですね、保護者の皆様にはですね、 この三つの要素。大切な三つの要素ですね。九九五の合成分解。繰り下がり、繰り上がり繰り下がり。これで、なんとか全員合格。えー、目指す。まずは、お家のトレーニングで、この計算速度を上げてほしいというお話をしたんですけど、その、お家で練習するときですね。玉のイメージ、玉のイメージで、えー、 必ず奥様にですね、玉のイメージを思い浮かべさせてください。まずですね、茎からいってみましょうか。茎の練習で、例えばお母様が、えー、キッチンで料理をされているときにですね、 お子様がですね、まあ勉強をしてて目の前で、じゃあ 2×8 は、何々君、二いくん 2×8 は16、3×7 は21、というふうにパンと答え出せるかもわかんないんですけど、そのくの答えを必ず 3×8 は24。玉のイメージ、この玉のイメージで答え出すんだよ、何々君。くんいい 1かけ6か、イン、イン6が6。この答えを球のイメージ、九の場合はですね、操作してあげてください。さあ、今度はですね、5の合成分解ですね。これ、まあ、5が絡む足し算、引き算ということになるんですけど、じゃあ3足す二はって言ったときに、今度は答えの5をイメージというよりは3、3足す って言った時に、必ず足される数を先に、玉のイメージで。もうこれさえ玉のイメージでできれば3、3足す2はっていうと、ここに2足して自然に答えが5のイメージになりますんで、必ず足される数、引かれる数を先に絶対玉のイメージ思い、え、浮かばさして、じゃあ、えー、何々ちゃん4足す3はって言った時に、この動き。 答えはなだよね。これのイメージを、イメージが命なんです。これが、このイメージですね。なんで、その、暗算大を全員合格させるために、今のこの九の答え、九例えば2、2かけ× 8は、から、 2×8 はから答えの16を出すまでの間隔を 0. 何秒ぐらいにしたいわけですよね。とことん間隔を詰めたいんです。2×8 は16、3×7 は21、4×8 は32とかですね。こんな感じで答え、問題から答えの間隔を詰めたい。じゃあ、5の合成分解も一緒ですね。3足すって言ったときに、 このイメージができてれば、もう次準備ができてるわけですよね。4はって言った時に7に変身する。これなんですよね。4足す3はこれも7に変身と。この、初めに足される数。これが、ちゃんとソロ版のイメージ。 を頭の中に出せるように、出せるように練習をしてあげてください。同じようにですね、今度はクリ、えーえー、っと、5の分解も行ってみましょうか。じゃあ、7引くって言った時にしっかりこの7、4はって言ってすぐ3を出せるわけですね。足される数、引かれる数をしっかり頭の中でイメージできてれば、もう球のイメージ命なんです。えー、できてればですね、その問題から答えまでの 秒数をとことん削れる。とことん削りたいんですよね。そうすれば必ずダ全段いけますからね。今度は繰り上がりって言いましょうか。じゃあ8足すこれもそうですね。8足すって言った時に足される数は絶対玉のイメージ。7はって言うと、これで玉のイメージができてればもうそこに足すしかないので自然に15、玉のイメージになりますからね。じゃあ9足す もう今のも9脱って言った時にしっかり9脱頭の中でイメージできたじゃあ8はって言って、えー、柔軟にしていくとこの玉のイメージですねじゃあ繰り下がりいってみましょうかじゃあ15引く 15を引くって言ったときに大丈夫そろばの玉のイメージできたじゃあ7はって言って8にするとかですね。そうすればこの玉のイメージなんせお家で練習するときは足される数引かれる数はしっかりまず玉のイメージを出してから問題を解くように。九九の場合は答えを28、16答えをしっかり たまのイメージで答えれるようにしてみてください。はい、えー。今回もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。